韓国は本当すごいから美容整形王国だから、もう典型的な韓国の整形だと分かりますもんね。でまたね、韓流アイドルはねどんどんね外出ちゃってるから、まあ明らかに整形顔なんだけど、この顔がスタンダードになっちゃってますよね。そうですね、日本の女の子でも韓国行って整形すれば K-POP アイドルの顔になれるって思っていく人が多いですね。でもあの K-POP アイドルの顔も割と整形だったりするから、でも競争激しいですよね。韓国はもう政府自体が美容整形を推進して海外から患者さんをたくさん来させて外貨を稼ごうっていう方針なので、典型的な韓国の整形だと分かりますもんね。中顔面が短くて人中が短くて顔がすごい尖っててってやつですよね。いやでもそれみんな元の顔がそこそこいい子ですよ。韓国の街歩いててもこんなに可愛い子ばっかじゃないんですよね。ああまあそれはね、はい、基本やっぱり頬骨とエラが張ってて目が細い人が多いんですね、韓国の人って。なので実際韓国の女性と日本の女性、土台は僕日本人の方が綺麗だと思うんですよね。